はい、今日も誰かの誕生日、ハッピーバー0122でございます。はい、多分0122です。まあ去年末、そしてね、去年末ちゃうわ、ハッピーバー収録ね、1年間通して、まあ毎月1回やってきた、まあいろいろダイジェスト、年末、はい、見ていただきましたけども、新しい年が始まりまして、また、はい、お届けしたいなと思っておりますよ。で、僕もまあ正月はゆっくりしましたし、やっと、初歌、まあね、もやれたので、そろそろエンジンかけないといけないなとは思っておりますが、はい、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。はい、今日はですね、まあ何曲かやりますし、あと、まあ、年末クリスマスだとかバンドライブもやりましたし、あと新曲マイオンリースーパースター、まあ短いミュージックビデオは見ていただいたかなと思っとるんですが、まあそれを、まあ、最初にバンドでクリスマスライブできたのは良かったなと思いますし、その後、ね、この間ババさんと一平ちゃんと3人でアコースティックでやれたのもいいなと思いますし、でまあその新曲を作っていく様の V なんかもね、後でお届けできたらいいなと思っておりますよ。はい、来月京都初めてまあイベントをやるんですけれども、うん、でその前に、久しぶりに地方でライブ、京都金星旅館でもやりますし、なんだかなんかドラマか映画かのね、撮影場所にも使われてるみたいですけれども、はい、楽しみですよね。で、まあ、京都を皆さんと一緒に回るということで、僕もまあ20歳ぐらいに出て行ったのであんまり知らないところもありますけれども、何かしら、まあ、リフレッシュもできるだろうし、あとはその京都にいた頃の自分みたいなものをやっぱり50歳になっても思い返すこともあるんですよ。そもそも出て行ったのも、僕はこの町にはもう用はないと思って京都を去っていった人間ですけれども、やっぱり心の中ではね、ありがとう京都っていう思いもありますし、でそんな中、まあ黒田少年のいろいろな葛藤もあっただろうし、っていうふうなことを思った時に、ちょっとこれを久しぶりに歌ってみたくなったので。何を守るんだ、プライド見た目か、愛しいあの人かい、ああ
さんなニュース僕らの力が無力だというばかりで初めて書いたラブレターはなんて書いたかな真っ直ぐな思いは砕け奇跡なんてないと膝を抱え泣いた笑わせんな我が青春よ大人をなめんなよピーターパンは慣れなくたって死にたいほど辛くてもくじけちゃいけないんだぜ怖くても明日も頑張れ笑わせんな我が青春よ大人をなめんなよピーターパンには慣れなくたってもっとすげえハッピーが待ってんだお前には負けや知れこの歌をよく聴けありがとうよ我が青春よ素晴らしき時代愛という名の感謝に万歳だからもう一度さ死に物狂いでやってみるから情けなくても恥をかいても生きてこうこの歌が自分の証明ありがとうございました。ピーターパンにはなれなくたってでした。はい、まあ黒田少年はですね本当まあそうなんていうのかな結構すごい内に溜めるタイプの少年でしたよ。悩みとかもあんまり人にも言わなかったし、あとは卑屈になることも結構あったし、被害妄想はなはなしかったですし、やっぱね友達いるんですよ。友達、仲のいい友達とか。でもどっかで心のどっかで俺は違う、なんかみんなと違うっていう風な気持ちがどっかにあってですね。例えば小学校からあったんですけど、まあ、集団登校まっすぐ歩かなきゃ、ね、列をなしてこうみんなで歩いていかなきゃいけないんですけど、僕も副班長だったのかな、副班長って一番後ろなんですよ。でこのまっすぐの道をみんなと歩くことがすごく嫌いだったの俺本当に。でみんながこっち歩いたら俺ちょっとだけこっちにずれて一人で学校行くような子とか、変ですよね。なんか俺ってなんだろうみたいな感じのすごくちっちゃい時からこう気にして生きてたような気はしますし、今思えばまあそういうふうに育ってったから今の俺があるんだろうなと思うから、余計にこうなんか昔の友達とか、まあ、同級生もそうですけど、お前本当優しくなったなって。遅刻もしないし、そうなんですよ。僕なんかよく言われるんですよ。こう何時に飲み屋集合ねとか言われても俺遅刻しないんですよ。昔だったら絶対、してたっていうか、それがかっこいいと思う勘違いしてたりとかもしてたし、はい、ね、まあそんな思いを込めて書いて歌ったピーターパン、はい、ぜひぜひ、はい、
またやりますんで。そしてですね、今日はですね、新たな武器を、まあ、坊主お世話になりましたけれども、ちょっと今日初めて使うんですが、はい、JBL のスピーカーでございまして、坊主ファンもいらっしゃいますけれどもこれ何がいいかというと、あったでしょ、僕坊主の時にこう、あ、聞こえないみたいな、でちょっとスピーカーこっちからこうやったりとかこうやってみたりとかしてたんですけど、これはね、360度っていうのは言い過ぎですけれど、どの角度からでもまあまあ聞こえる、うん、はい、スピーカーなんですけど、ちょっと今日初めて使うので、今日が調子良ければ今後これにしようかなと思いますし、坊主ファンの人すいません、で、京都ね、まあいいイベントになるでしょうね、うん、場所とかもいろいろ大野さんが探してくれたりとか、ここだったら楽しいんじゃないかなとか、うん、僕も行ったことないようなとこ行くので、うん、でそんな中撮影もしますし、まあザ観光地ではありますけれども、まあそれはそれでしょうがないなとも思ってて、まあ、それだからこそ撮れるものっていうのもたくさんあるしね、うん、で次歌うタイトルの場所、渡月橋も皆さんと、はい、行きますし、もう本当に黒田少年が過ごした、なんだろう、バイトもそうだし恋もそうだしいろいろ経験して、でもうないんですけど、嵐山の手前、本当手前にファミリーレストランがあったんですよ、今ないんですけど、そこにね、高校生の時にね、めちゃめちゃもうサボってそこに入り浸って、友達の女子の振られた失恋話を慰めるとか大丈夫よ大丈夫大丈夫とか言いながら、そうしましたね。なんかイベント行ったらそういうところも皆さんに、ここがそうでとか、ここが俺バイト初めてしたとこでとか、昔でも散歩したね、みんなでね、うん、それではこれちょっと音量わかんないんで、あ
渡せなかった淡い想い、ポケットの中右手握りしめ、君の幸せ祈りながら終わらない方を顔のままで、東京の空を今見上げてる。静寂の竹林の小道、笑う言葉必死に紡ぎ出し、ララララララ、時は戻せない、無期限満頂限の次、果たせなかった淡い想い、季節が変わり君も変わりです、絡めた小指のぬくもりに、精一杯の恋に泣いた少年は、あの日から待ちぼけ、思い出ララララララ、ポカポカララララララ、永遠に忘れはしないよ、指切り玄満頂限の月、果たせなかった淡い想い、ポケットの中右手握り、君の幸せ祈りながら終わらないよ、顔のままで東京の空を今見上げてる、条件の月を明日も照らせ、渡月橋でした。それでは、まあ基本は新曲マイオンリースーパースターがどういうふうに作られていったかというものだとか、まあいろんなリハ風景やら、はい、ちょっとご覧ください、どうぞ。すいません、ちょっと後で締めThank you.
てください。
でも素材は走ってんだもんね。あ、いるんだ。まあそうですね。そうか。それが来ちゃうだだだだだ。どうすんの？普通リットしないでだだだだだ。普通に言って書きました。うん。そうだね。やってみたらちょっと。うん。リットなしで、ね。アウトの頭からで言っていい。4小節そのまま走ってます。はい。ワオホ。ワオと。エンディング2つ前です。これでいけるなら、はい、どんな感じだったんでしょうか。まあ新曲やるときはやっぱりその作った意味といいますか、その曲の持ってるものをちゃんとね、まだ音源皆さん届けてないので、ちゃんと分かりやすく丁寧に、はい、お伝えしなきゃいけないなと思いながらも、バンドライブのときは本番1番の B を2番の B 歌ってみたりとか、すげえ練習したのにポーンってなんかもう口が先に B 歌っちゃったっていうの。でもなんか良かったなと思いますよ、うん、でまあこれから皆さんがと一緒に育てていきたいなと思いますし、まだあのミュージックビデオもフル尺ねお見せしてないんですけれども、まあぼちぼち、はいはい、いや歌っててもね、本当久しぶりに、あ、いいキャッチーな曲書いたなって思いますよ、うん、そうね、まあ皆さんも、まあ、音源が届いたりとかしたら、自分に自信ない時とか勇気を振りたたさなきゃいけない時とかに聞いて、私頑張れ自分頑張れと思ってね、これを聞いてくれるといいなと思いますし、はい、さてそれでは他にあなた朝から大喜んで慣れない足取り、誰もいない世界を見渡す、初めて聞いた風の音を真似して、いたら探ているのはつまりいつかここにあった今は病んだメロディ、今日も僕は歌っているよ、もしも君の深くに送れられたとしたなら、それが僕らの古い記憶だ、どこかでつながった思い出せるだろうか、雨を切実に待つ時に冬の夜に雑誌を読むともなく泣く時、愛する人の後ろは背負いの時、
よな僕がギターで探しているのはつまりいつでもそこにある何気ないメロディー今日も僕は話しかけるよ特別なことの葉をその風の吹くがまま乗せて君の行く旅路の果てにその葉を見つけたそっと拾い上げて山につまずいてばらまいて集めて手を出せばかすめてく覚えておきたいものから順番に消えていく気がする今日も僕は歌っているよもしも君の深く送れられたとしたならそれが僕らの古い記憶だどこかでつながっていた思い出せるだろうか ララでした。はい。いい曲ですね。そう僕慣れないギターが結構慣れないなって思う瞬間で、まあ弾き難しいコードもそうなんだけど、例えばララのこのリズムグルーヴ感が。例えばさっきのピーターパンこれ違うじゃないですか変拍子なんだけどこれがねやっぱ俺自分でリズム感ないなと思う瞬間ですねパッと出てこないんですよそのそう拍子が手の動きの歌ってる分には全然大丈夫なんですけどてんたったんたったかなとかさだったただだただだかなとかさもういつも考えないとダメだなとか思いながら、はい、ありがとうございました。それではもう少しその大野さんが盗撮した、はい、V をご覧ください。どうぞ。
でもさっきよりマシかな。湧いた向かい風に前髪をかき上げて、お前はどこまで行く、この空が果てなきことして、腑に落ちることもない、釈然ともしないようにうんざり、ならばこの目を開けて Welcome to the life My only superstar 僕が僕を追い越してゆけ、高ぶるシャドウときめきに try、 そうさせるウォールはどれからじゃないの、Say, say, la, la いつと周りについた冴えない顔を見つけ、泥だらけのブーツがやたらと今日はかっこよく見える、嘘ぶくこと私が宙を舞うような時代にうんざりだから、胸に手を当て Welcome to the life My only superstar 僕が僕を信じてあげなよ、身を任せなきらめきとシャイン、そうさ誰かのためのものじゃなく、せいせいどうぞ、Welcome to the liveMy only superstar 僕が僕を追い越してゆけ、高ぶるシャドウときめきに try、 そうさ勝負はこれからじゃないの、 Welcome to the life My only superstar 僕が僕を信じてあげなよ、身を任せな、きらめきとシャイン、そうさ誰かの止めるものじゃなく、せいせいどうぞ、せいせいどうぞ、スーパースターでした、ありがとうございました。はい、どうだったでしょうか、みんな頑張ってましたか。はい、まあこういう動画を見るのが好きな人もね結構いますしね、うん、なかなかないですよね、うん、裏を見るっていうことはね。それではなんか盛り上がる曲いってみよう。
こえるかな、ギター弾きながら。
ありがとうございました。ロックンロールジョーカーでした。本当は立って歌う予定だったんですけど、なんか座ってギター弾くのも楽しいなと思ってはい間なんかのリラの時にスラムダンクを見に行って俺が語りたいという話をして、まあ大野さん含めいろいろ絡んでたんですけども、もうだってそのレベルしか知らなければ何も語れないと思いながらそうそう。で今日あれですよ、野球部の仲いい男の子語りたいですって連絡来てじゃあ、まあ前に会った時に桑田さん見ましたって、いやまだ見てないから言わないでって言って言われて、で見たんで LINE して見たよって、語れるよって言って、じゃあいつ語ります、何日と何日でありますけど、じゃあ今日ってもう俺それが今日すげえ楽しみでしょうがないんだよね。でもう一人参加するって言って、俺も語れますよ。もう見た人は語り喋りたいのよ本当に。そうでやっぱ YouTube とかにさ、自分が何かしら、まあ、ネットでスラムダンクのことを調べたら大体もう YouTube 出てくるわけですよ。ネタバレそういうので見ないでくださいとか、うん、まあいろいろ見ましたけども、もう一回行くから確実にもう一回行きます。2回3回見るってエヴァンゲリオン以外なかったからね。別に確かめたい、エヴァンゲリオンみたいに分かんないからもう一回見て確かめたいっていうことではなくて、もう一度あの感動を味わいたいって思ってもう一回見に行く。本当にもうすごい良かったです。だからそしたらさ、ナイキのエアジョーダンとかもさ、またさ流行りだしてさ、なんかバスケをやりたがる人が増えたっていう話とかも聞けていいことですよね。それはね、本当にそれでは、次、まあラスト、いつも楽しい曲いくんですけど、今日はバラード行こうかなと思って、まあ僕はずっとね歌い続けて昨日だからあれですよ、 夜寝る前になんかいろいろ考えてタバコ一本吸ってる時に、あソロデビューして23年かと思って、でその前4年だなって思ったら、あたったの4年なんだと思って、スラムダンクもたったの3ヶ月の話はもうあれだから、俺はそのまあそのスラムダンクでいう すごい大事な3ヶ月を、まあ僕はその4年間すごい濃厚なものを過ごさせてもらってたから、その後ね今日もこうやって配信できたりとかもしますけれども、うん、だからやり続けてきたことっていうのは本当皆さんの前に立って素敵な音楽を届けること、まあ、歌うということ
だけはもうずっと変わってないので、まあこれからもずっとしていきますが、うん、だからもう二十何年前はこんな一人でやるとも思ってなかったし、まあ、アカペラとかもやるとも思ってなかったですし、うん、なんかそれができるようになったのもね、やり続けてきたからだと思いますし、星屑に届きそうなお金くだり、息を潜めとは鍵をかけた夢とか希望だとかと違うものをパンドラの箱にしまい、鍵を空へ投げて、不確かな朝日ゆえに曇った君の笑顔の意味を紡ぐ、限りなく透明に見えるガラスの上を歩くようなものだから、壊されないように君をこの手で守りたいから、隠してる愛を僕の右手に預けて、息は時々君に尖る言葉となって、ここのハサビを剥がす色を変えてゆく季節の罠に、君は無邪気にわざとはまる、あまり乗れない時計に金をまらばくようにだから、もつれた貝と僕のナイフで切らしてあげる、差し出した日々と明日へのすべてを変えてく、一人が地上の二人へ何かを加えて、地家族だから壊されないように、君をこの手で守りたいから、隠してる愛を僕の右手に預けて、もつれた貝と僕のナイフで切らしてあげる、差し出した左と明日へのすべてを変えてく、二人のそんな場所まで。
ありがとうございました。イカギとナイフでした。今日も誰かの誕生日、ハピバー0122だと思います。はい、また来月です。ありがとうございました。